紛れもない日本のことですので、これをどうやって維持するかということを考えていかなければならない課題だと思っています。これでね、12名。12ですね。まあなんていうんでしょうね、国内の商取引で土地を買おうとしている話なので、まずその土地を買う人間がですね、現地を見ないとそのお話にならないというところがまず原点ですので、そういった意味でその現地を見るということで、さらに。